シナモン。いい顔するね。この季節にあえて面白い。季節感おかしすぎでしょ。夏。書いてない。お菓子、お菓子集めて、はい、ラストワン。小姫の、小姫のラストワン引けてない。コギメのくじね、あの買ってたところが気づいたら終わってたから、そっからね、あのコギメのくじあるところに行けてないんだよね。でサンリオショップも行きたい。サンリオショップも行ってない。サンリオショップで行ってないからさ、コギメの新しいあのクマのシリーズ買ってないんだよね。何にもショップ行きたくって。オンラインでも買えるけどね、ショップに行きたい。サンリオショップで食べた。クイウェのくじね、マットと何やってたっけ、マットとルームライトとぬくるみぐらい。確かあとなんかあったか。この紐欲しいけど、数が少ないのが出たいって。数少ないからそう当たんないんだよ。当たんないんだよ。ぬいぐるみとルームライトが2本ずつで、マットはの何個だろう、2種類あるんだよね。マット何本ずつ入ってるか分かんない。ぬいぐるみとルームライトが2っていうのを覚えてる。当たんないよそりゃ。他の数多いから。洗面器はね、家に2つある。2つ、もういいね。もういいから、洗面器。十分2個あれば。もういらん。ほぼかぶってる。ペンケースだけかぶってないけど、あともう全部かぶってる。引いたやつ2個以上ある。ん ?2 個以上、2個か、全部2個ずつある。そう、
全部2個ずつ。ペンケースだけ1個。猫には洗面器いる？いらないでしょ。猫は洗う用の洗面器ってこと？お風呂入れるようなそういうこと？猫元気だよ。猫だいぶでかくなったね。だいぶ良かったなって時、基本ね、こゆめんがいるさ、当たりくじしか引かないから、なんかで、こゆめんの当たりくじ大体そう被るからあんまないねいつも引くのはね、キャラクター対象の当たりくじとこゆめんいるから。それもでもさ、それってさ、キャラクター対象のやつってその少ないから、こゆめんその中で1個だけとかだからトップ3ぐらいまで入んないと。こういうのいるの1個だけとかだから、めっちゃ難しいの当てるのなかなか当たんないからさ。あとはね、こういうの当たりくじだから、キャラクター大賞と、あとその年に出ればこういうのほかに当たりくじ。去年はあれ、去年だよね、引いたの。あのなんかシナモンとマイメロちゃんと、あと小気味の当たり口。でもそれもね、3キャラいるからね、なかなか小気味出なかったね。今回は小気味だけなんだけど、小気味しかいないからいいんだけど、めっちゃ被る。全部2個ずつある。ポーチ3つあったかな。あ、ポーチ3つあるな。ポーチ3つあるわ。そこに置いてある。あと全部2個ずつ。ポーチだけ3つ。でも全然なんかさ、どれ当たってもいいみたいな、なんていうさ、コギルの当たりくじとかじゃなくって、なんか全然なんていうの、引いても引かなくてもどうしてもいいけど、とりあえず引こうかなみたいなやつだったら犬出るかもわかんないけど、やったことないから、そういうの小気味のやつしか引かないから。なんだけど、今後も販売されわかんないまたあったら嬉しいけど、ちょっとわかんないな。もうさ、全然外出てなかったからさ、さっきアイロンしたけど、なんかしっかりやってないからさ、軽くしかやってないからすごいあんまりうまくいってない。まあいいか
小姫はサンリオだよ。サンリオのキャラクターです。虫歯が出ない国最高すぎる。最高だよね、わかる。何弾いても小姫だからね。最高だよ。ターボ、みんなのターボ、ターボも可愛い。みんなのターボ、ここにね、あれがある。ソフビマスコット。ターボ。このコードはどっちか、タブは。みんなのターボ。これさ、すごいさ、頭が上から見るとめっちゃシュールなんだよ。なんかここだけここしかない髪が。すごい正面あ、なんでクレヨン銃みたい。確かにこんな感じ。髪ここしターボ。なんかさ、こうさ、丸いわけでもなくってさ、四角。タボだから。そう、見ますか。他にもね、あるよ、いろいろ。これね、いろいろあるんだけど、キティちゃんめっちゃ可愛くって。可愛くない、なんか。可愛いの、このキティちゃん。なんかちょっとさ、レトロっぽい感じで。めっちゃ可愛い。このこれソフビマスコット、ランダムなんだよね。動画のいろんなキャラクター持ってる。小姫とモップくんが欲しくて、あとニャニョニャニョンっていう猫のキャラクター欲しくて行ったんだけど、ランダムだから小姫とモップくんは持ってる、ニャニョニャニョンは持ってない、出なかった。どうなんだろう、めっちゃ可愛い。このキティちゃん、何ヌネのじゃない、ニャニニョニャニョン、猫だからね。そう、ニャニャニニョニャニョンっていうキャラクターがいるんだよね。猫の、子猫のキャラクターいっぱいいる。モップくんとおゆも、これモップくん、モップくんでしょ。で、これこういう意味や。こういう意味は胴体短くて可愛い。短くない可愛い。見通しもないよこれ。え、そう、 1.5 ぐらい。このゲームどうだよ、短い。ニャ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 ン入れてなかった。嘘、入れてたよ。入れてたよ。
ニャニニュニャじゃない、ニャニャニニュニャニャニニュニャニョ、ニにちっちゃいイって言えなくない？ニニニになるよ。ニにちっちゃいってどうやって、無理じゃない？ニにちっちゃい、普通にニってさ母音がイだからさ言えなから、言えてる。ミセスの歌、確かに名前長いしね。どう？モップくん、モップくんはこれ、モップくん、あ、ここにあれあるわ、ぬいぐるみマスコット、ん？マスコットキーホルダー、見てこれ、白飛びしてる、してないか、かわいい。コギメンのグッズはさ結構売ってるけどさ、モップくんもう売ってなくってさ、これ見つけたから前買っちゃった。もうここにね、尻尾が、尻尾あるから、それて尻尾があるの、かわいい、クマだから、オープくん、フード外せないんで、これフードね、くっついてるから外せない。白クマ、この一部の設定ではないけど、このぬいぐるみは外せない。これはくっついてるんだよね、だって手もさここにあるけど、こう通してるわけじゃないんだけど、もうここについてるから、このブランケットに外せない。モップくんも好き、充電ないじゃん、充電器ちょっと持ってくるね、充電器、持ち歩いてないよ。じゃあ携帯はこれ。クマのキャラクターモブくんだっけ？サンリオ？クマのキャラ確かあれもいるけど、あのなんだっけ、あ、なんだっけ、めっちゃでもあれぬいぐるみなのかな、一応ティディベアなのかな、
クマってるかシュガーなんちゃらみたいな、シュガーなんだっけなんだっけな、ちょっと見よう。サンリオなんだっけ、あのクマのね、シュガーバニーズしか出てない。シュガーバニーズじゃないんだな。リリービア、なんかね白いねキャラ、まあ、なんだっけ名前が思い出せない。リラックもそう 3X だね、3両じゃない。あ、なんだっけ、ちょっと前のねキャラクター大賞で知ったんだけど、わかんない。サンリオのキャラクターの一覧で見ようかな。もう忘れちゃった。キャラクターキャラクターってどうやって、キャラクターあった、なんだっけ、マルモフビューじゃない、そのモップくん、キャラクター一覧、シュガーなんちゃらだった気がする、ね、シュガークリームパフ、これだ。でもこれ多分ねクマだけどぬぐるみなのかな。キャラ紹介、ヨーロッパの北の方で生まれたのんびり屋さんのクマのぬぐるみ、クマのぬぐるみだ。リボン集めが好きなおしゃれさん、おいしいミルクとミルクティーを入れるのが上手。ぬぐるみシュガークリームパフ、これクマのキャラクターはいないのか、見てみるわ。サンリオさ結構さキャラクターいるから知らないキャラめっちゃいるんだよね。なんだこれ、モバイルか、なんかすごいさアニメみたいなキャラいると思った、人のキャラクター商売ロックだけど、で初めて見るキャラめっちゃいる。じゃねクマでしょ、クマのキャラクター、パンダのキャラクターいる、パンダップル、パンダップル、北極点、これクマじゃない、クマのキャラいる、意外といるよ、意外といるけど、これ全部全部じゃないけど、ミスベアーズドリーム、ちょっとキャラクターいすぎてわかんない。全然知らないキャラめっちゃいる。
よね。そ毎年さキャラクター大賞やってるじゃん。キャラクター大賞で初めて知るキャラも多いし、キャラクター大賞に出てないキャラクターもいるからめっちゃいるのキャラクター大賞に出てるキャラが全員じゃないんだよね。だからじゃないキャラクターもいるか。めっちゃ多いよ。多分本国でサインらしいのに日本で人気なくていつも言わない。香港でサインすごくない？ターボ。なんで香港で人気あるんだろうね。ターボでも普通に可愛いよ。ほら。ターボ。みんなのターボ。かわいい。ケロピもかわいいね。確かに。多分ずっと口開いてるのしか見たことない。くじ閉じてるの見たことないな。ターボ、うん、これがうんターボって感じ。なんていうのこのめちゃくちゃ開いてるのが これって感じ。ターボのイメージ。口閉じてるの見たことない。ゴロピカタン知ってるよ。キャラピは持ってない。ターボーとミュークリドリーミーってやつ。ミュークリドリーミー、 このキャラクターとキティちゃんとさっき見せたモンプ君とホイメンとあとグデタマ。グデタマ充電がない。充電がない。あこれ持ってる。ランダムなんだよね。だから何出るか分かんなくて。そのソフビマスコット持ってるのはこの6個。あと持ってない。ふみちゃん持ってないね。ミミちゃん知ってるでしょ。キティちゃんとミミちゃんね。ほぼ見た目一緒だけど色がちょっと違うんだよね。リボンの色とかね、服の色。キティちゃんのなんかアニメみたいなの見てた。なんか夕方ぐらいにやってるやつ。キティちゃん、キティちゃんだよね多分。なんかキティちゃんとか、キティちゃんもあった気がするな。キティちゃんとかしましろとかのなんかそのいうアニメ。キティちゃんのダニエルくん、ダニエル。それもね、なんかどこある。あのソフビマスコットじゃないけど、ソフビのやつじゃないんだけどね。あったあった。これあのなんか目印ちゃん。でしょ。これもねランダムだった。出なかった。これもモップくん、モップくんはいないわ。これ
小姫見て、モブ君確かにいなかった気がする。とあとね、あのボンボンリボンが出て、ボンボンリボンはひなこが好きだからあげた、ひなこに。私は見てない、ダニエル。コギミョン、コギミョン、コギミョン、コギミョン。充電が追いついてない。さっき刺したけど、キキちゃんの靴下はね持ってない、多分多分持ってない気がする。充電器刺してるんだけどですね、いつものことだけど、ショールームの消費がの方が大きくって追いついてない。ダニエルリボンついて、ダニエルちょっと、ダニエルくんリボンついてない、男の子だからね。昨日生揚げ、え、生揚げ食べに行ってない。でもね、めっちゃ食べたい生揚げ、最近食べてない。で、牡蠣鍋食べてみたい。食べたい、食べたことない。ね、痛風鍋とかもあるじゃん。なんか牡蠣と何が入ってんだっけ、なんかいろいろ入ってるやつ。なんだっけ、いろいろ入ってるやつ。牡蠣が食べたいです。家でやる、家で牡蠣ってさ、あんま大変じゃない？しかも生牡蠣だったらなかなかってなくない？なんか加熱用のやつしか、牡蠣ってそういうイメージ。買ったことないんだけど、それも白子とか、白子も好きで、今年初めて食べた、それも。食べたことなくって、初めて食べたけど美味しかった。牡蠣グラタンね、それも気になる、食べたい。え、てか牡蠣行きたいな。一応行きたいな、牡蠣食べたい。痛風鍋食べてみたい。牡蠣だけもいいけど行きたい。今日冷凍の牡蠣、あ、そんなんあるの、普通に生牡蠣で食べれるやつ、加熱用じゃなくて。でも普通に売ってるやつはなんかスーパーとかで加熱用ばっかりなイメージ、買ったことないけど。こんな食用ある？食べたいな。まあ加熱でもなんか牡蠣どんな風にしたらいいの、加熱を普通に焼くだけもいいけど、牡蠣。いや、この前ね、なんか定期的にさ、なんかなんていう、モッパン動画っていうの、なんかさ、なんか人を食べてる動画、なんか食べ物いろいろ、なんかいろんなの食べてる動画見るんだけど、この前その牡蠣クリームパスタみたいな食べてる動画見てて、めっちゃ美味しそうだったんだよね。モッパンっていうの、なんかあるじゃん、なんか食べてるだけの動画。あれで牡蠣クリームパスタ見てめっちゃ食べたくなった。食べたい。
ね、すごい美味しそうだった。それ楽しい。え、なんかね、最初そう思ってたんだけど、見るまでなんか楽しいよ普通の食事だけど量が多かったりするの。いや、めっちゃ食べるから、そう、楽しいよ見てて それが美味しそうだった。柿クリームパスタ、でもなんかね、すっごいね、深夜とかね そう、たまに見たりするんだよね。お腹すくね、普通に。前ね、ちょっと あ 周りの人からしたら意味わかんないよね めっちゃ朝早い時間だよ、それ。5時とか。そんぐらい。うん、時間覚えてないけど、そのぐらいのなんか、朝早い時間に 見てた。深夜とかも見るときは、そのベッドで、横に寝りながら、携帯でさ、YouTube で 動画見たり。その時はよく見てたんだよね、そういう動画を。最近全く見てなかったんだけど、ちょっと前にはなんかまた見始めた たまに見たくなる オイスターバー行きたい。オイスターバーね、また行きたい。一回で聞いたことあるけど、永遠卵焼き焼いてる動画とか見てる永遠に卵焼き？それ見たことないや。見たことない、そういうの。食べてるやつしか。最近ね、そういうの見てた。その、牡蠣のクリームパスタと、なんか何見たかな？なんだっけな、なんかいろいろ見たんだよね。自分が食べたことないやつとかの動画見るの楽しい 食べたことあるものより なんかなんだっけな、サーモンレアカツとか食べたことないからすごい美味しそうだった あと何見たかな、なんか、いろいろ見たから覚えてないや。ラーメン屋さんの一日の動画も楽しい楽しい？仕込みみたいな動画。そう、おすすめ出てくんの。そうだ、最近見てるから。それがいっぱい出てくる。ちょっと前まではそのゲームだらけだったんだけど最近そのなんか食べる動画めっちゃ見るから、そういう流れてくる。いろんな人の必須公文動画。必須公文ってさ、知ってるけど、それ必須公文動画って何わかんない。一日系の動画見ちゃう？意外とみんな見てんの。一日系のやつは見たことない。その食べるやつ。なんかね、なんでかわかんないけどね、楽しいよ見るの。なんでかわかんないよ。口見るかな、携帯。最近見たやつ、YouTube。音出ないなって。あ、こっち何見たか分かんないよ。ログインしてない。なんだっけ、見てる方がいて、
あのなんだっけな、この前これ食べた、あこれ食べたやつ見た、これ食べたって言っちゃった、自分食べてないのに、見た、食べてるの見た、プルダックラーメンとチーズキムチキンパでもこの時はきっと私が韓国料理が食べたくってこれ見たの韓国料理自分が食べたくってね あの月見食べたいときはね、そういう月見バーガーのやつとかいろんなこと食べついてたその時でそう自分が食べたいのを見るの、人が食べてるのそう何言った、でもそこら辺かな、自分が食べたいのなんか動画見てさ書いてるじゃん、何食べるかさ、サムネとかに持ってるじゃん、自分が食べたいのを見るってめちゃ食べたくなるよ、だからめちゃ食べたくなるけど見ちゃうんだよな韓国料理もさ最近食べてなくって、行きたい韓国料理、韓国料理何が食べたかな、うん、チーズキンパ食べたいなこの前見たから食べてる動画を、あとなんだろう、あとなんかエビサムギョプサル、この前ねひなことみつおちゃんとひなのと、この前って言っても数ヶ月前だけど、2、3ヶ月前だけど、その時に初めて食べてエビサムギョプサルってやつ、なんかエビの周りにさお肉巻いてて、エビの周りにエビにお肉巻いてて、それを焼いてさ、でなんかトルティーヤに包んでエビをでソースにつけて食べるやつなんだけど、めっちゃ美味しくって食べた、辛いの食べない、すごい辛いのも好きだけど、でもその今言ったやつチーズキンパとエビサムギョプサルかな、名前合ってるか分かんないけどまあね全く辛くない、辛いやつじゃない、それ食べたい、あとチャプチェもいいね、でもチャプチェはもう完全にヒナノンの影響だね、ヒナノンがめっちゃチャプチェ好きで韓国料理屋さん行った時もそれもひなのがどうしてもその時もうどうしてもチャプチェが食べたいって言ってすごいチャプチェの気分なんだってずっとチャプチェって言っててでそれで食べたらめっちゃ美味しかったんだよね、その時に食べたやつが、もともと好きだったんだけど、そこのね韓国料理屋さんのチャプチェが美味しかったそう、なんかひなのがねその時すごいね食べたかったらしくてずっと言ってたのその時、もうどうしてもチャプチェが食べたいってそうだからあの新大久保行くって言って、その韓国料理屋さん新大久保いっぱいあるじゃん、だから新大久保で、あそう春雨みたいなやつめっちゃ美味しいその時面白かったな、ひなのずっと言ってんだもんチャプチェもう食べた時ももうこれが食べれて満足みたいな感じで言ってたもうずっとそのこと言ってたあのね、ちょっと変わってる、ひなこもみぞちゃんも変わってるけど、みんな変わってるけど全員変わってる、私
ね、その話もしたんだよね、この前。その4人で定期的に言ってるんだけど、本当今までの友達の中で一番変わってるっていうのを全員が全員お互いに言ってた。ひなこはあの、でもね、その3人がね、そう変わってるから。そう、ひなこはね、福留が1位で2位はひなのって言ってて、みつおちゃんは、みつおちゃんも同じようなこと言ってたんだよね。忘れたけど、お互いに言ってた、今までの友達で一番変わってるって。私も変わってる。いやでも私はそのランキング入ってなかったのよ。面白いからね、あの人たちは。ふとはまだマシな気がするけど、何かね、だいぶ変わってるよ、みぞちゃんも。なんか昨日はなんかさ、みぞちゃんガチャガチャが好きっぽくって、最近、あ、時間ほんとだ、ちょっとこれだけ話さ、なんかちっちゃい、なんかあの変声機のなんかガチャガチャやってて、それでずっと喋ってて、昨日来た時もそれで、もうまず一言目をそれで喋り始めて、途中で壊れてさ、使えなくなったんだけど。めっちゃ悲しそうだった。ちっちゃい変声機でずっと喋ってた最初。だいぶ変わってるよ、みぞちゃんも。じゃあ13位からランキング見ます。13位、ちーのさん、ありがとうございます。12位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。11位、プッチーニさん、ありがとうございます。10位、大野高文、あとマーク握手会1時間で応募しましたさん、ありがとうございます。9位、ゆじゃとマーク、今日からだけをずっと愛してるからねさん、ありがとうございます。8位、にゃこさん、ありがとうございます。7位、にゃほぞさん、ありがとうございます。6位、ラスカールさん、ありがとうございます。5位、香港の春マットマーク、許可おいさん、ありがとうございます。4位、グランザットマーク、許可タムズさん、ありがとうございます。3位、フロマンさん、ありがとうございます。2位、ラボーナさん、ありがとうございます。そして1位がウドさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。以上、ありがとうございました。ありがとう。明日の配信は明日も夜やろうかな。夜、今日ぐらい、23時ぐらい、22時。で、明日ハロウィンだから、なんか行きよっかな。どっちか、赤ずきんちゃんかチャイナ、どっちか着る。どうしようかなって思ってます。チャイナずきん。チャイナずきん。普通チャイナの服着て、あの赤ずきんちゃんのさ、あの、あのズキンっていうの、あの帽子のやつだけってこと。おかしいでしょ。チャイナの方が多い。じゃまた考えとくわ。着ちゃいなよ。もうほんと昨日のみそちゃんもずっとそんなようなこと言ってた。私がさ、チャイナ服着たっていうのをさ、ツイッターに載せてさ、ずっと同じようなこと言ってたよ。
ずっとなんかチャイナに絡めてくるっていう。みそちゃんはそんな感じ、常にそんなこと言ってる。似てるねみんな言うことが、みそちゃんと。同じ思考してるよ。あとちょっとか、あと、あ、あともうちょっと聞いちゃう話。じゃあ明日もちょっと一緒ぐらいで、明日はチャイナか赤ずきんちゃん、いやどっちが着る。まだ決めてない、明日決めるわ。大事にしようかな、同じぐらいの時間でやると思う。切れちゃうねそろそろ。じゃあまた明日の配信で、ありがとうございました。またね、おやすみなさい。あ、コート拝見。おやすみ、またね、ありがとう、バイバイ。